内海俊一 Love and Peace 同じ空の下から。This program was brought to you by 横浜の毛あぐら亭、登る靴店スーパー G、 ナチュラルフーズショップ新鮮、株式会社 EM 生活、パセラジャパン。海を渡る鳥たちも日の出を待ち、輝きの中に溶けて時を超えてゆく、振り向けば。セポヘイトスジさん横浜の毛あぐら亭、スーパーオイル配合、スーパーレ肌湯源、スーパーレ髪湯源、スーパー一筋30年横浜の毛あぐら亭。おい、おう、わお。横浜の毛あぐら亭 .com で検索してください。本物の食をあなたに、ナチュラルフーズショップ新鮮、自然農法 EM 蘇生栽培農産物、各種無添加食品、 EM 関連商品をはじめ環境生活雑貨を取り揃えています。暮らしと地球を整える微生物の力、人と地球と微生物のいい関係、 EM 生活。得意分野はシワたるみ対策です。進化した化粧品技術と植物の天然パワーで若々しい美肌を追求、エステサロン専用化粧品、ワセラジャパン。はい、ね、うん、1週間のご無沙汰。こんにちは。まあ今日は あのなんかあいにくのね、雨模様ですが、ね、ね、うん、お前、俺が雨男のせいもあるけど、ね、あ、やっぱり。でも梅雨だ、ね、あ、でももう7月になったんですね。もう梅雨、梅雨っていうのはもう終わったの、うんん、まあまだですよ。まだまだね、今日は素晴らしいゲストさんをお迎えして、ね、今日はね、新次郎、新次郎さん、ね、まあ、あのジェミニというユニット、私も参加させていただいてますけど、ね、そのアルバムがね、ちょうど出来上がったんで、出来上がったんで、ね、なんというタイミングでしょうね。今日は新次郎さん、ジェミニ一色です、ね、新次郎です、よろしくお願いします。こんにちは。メールもいっぱい来てますから、ね、うん、お会いしたかった、ね、とりあえずじゃあ一曲聴いていただきましょうか、ね、うん、あ、そうですか、ね、もういきなり、じゃあ紹介をしてください。はい、じゃあ、7月の2日、うん、明日ですね、明日です、発売でございますけれども、うん、1曲目に入ってます。このナンバーから聴いてください、はい、ダ・天使。おう、うん、いきなり来ますね。うん、何いい、す、ど、な、何が来てます、綺麗ですか、じゃあ10枚いかないか、渡した、うん、天使が舞い降りた、これ新曲、おー、かっこいいですね。なんか、うん、やっぱりね、あのいつも来ない方たちの名前が出て、すごいどうガンガン言っちゃいます、え、
メールをどのタイミングでどうか。だからもうちょっと話してもう一曲かけてからメールいきますか。みんな名前がすごいですね。名前がすごい。M とか。ちゃんと書いてる。あ、ラジオネームですか。弾丸よあいつ飛んだら天使じゃこの香り切ないくらいに Heavy Tonight 1から10まで数える前に獣な遠吠え Heavy Tonight お兄さんこちら手のなる方へ悪魔な手招き2つ1から10まで数えた後は気分は上々 Heavy Tonightエプロンでやりがくるの、あの販売することになった。いや違うんです。あこれ違うんです。違うんですけど一応まあそれ載せたらどうです。ああそうです。ということで、これも完全に天秤なんで。あそうです。まあ裏もかっこいいですね。この時はまだ髪が生えてきてなかったですよね。変形が治ったのだったんですね。2月ぐらいです。そうだね、2月はレベルビューだっけ。神谷さん、入らしたの最近でしょ。結構時間かかる。2年半かかりました。本当にやっぱりマサリングスタートって音がやっぱり詰まった感じですよね。マサリングスタート、うん、はい、まだ初めて来るぞ。僕はこれ聞きます。すいません。何みたいな。初めて聞くんですか。これ初めて。あ、そうなんですか。出来上がったのはね、本当は昨日届いて今日の、はい、今日の石に恵比寿に寄ってこれを俺が持ってくる予定だったんですけど、でも先に家に早く来たのでじゃあ取りに行かなくていいですよ。あ、そうなんですね。どちら俺今日帰り寄ってかないで知らないもあるし、使い込みが多いあるんだったら、いいですね、かっこいい、ね、どうぞ。ありがとうございます。ロックンロールですね。ロックンロールなんかやっぱ若い若い若い、まあ、いやそんな、まあ、微妙な初老です。私と比べれば若いですね。若い、まあ、一回りまでいかないけど一回り近く違う、うん、ね、だから、え、何が、そう一回りですか。俺62でしょ、だから51歳ですからね。あ、まあ、まあ一回り近いですよね。うん、だから何年だっけなって感じで、ね、辰年です。辰巳だから俺。辰巳だから蛇だ、蛇。辰巳って言うと辰巳になっちゃう。これがねジャケットで、ね、素敵ですね、うん、なんか面白いですよ、ね、うん、猫ですよね。そうですね。これはあの、うん、どこで見つけたの。いや、どこで見つけた。たまたま検索してて、うん、猫4匹野良猫みたいな感じで検索してこれも画像出てきました、ね、うん、そういうので検索したら出てきた。そうです。フォトグラファーの方に問い合わせて、うん、で使用させてください。これよく、あなたもだって猫飼ってるんだよね。そうですね。僕が飼われてるっていう話もありますけど、ね、数的に。いやでもすごい数。今そうですね、20匹ぐらいでだいたい落ち着いてます。あ、そうですか。まあありがとうございますね、世の猫ちゃんたちを。うん、あのこのアルバムは前のね、あの曲も何曲か入ってますけど、そうですね、10年ぐらい前に一度その静岡の方のお店の方で名刺代わりに作った、うん、あのミニアルバムがあったんですけど、うん、その時の曲も。なるほど、はい、この今かかった打天使っていうのは初めてですか。初めてですね。これもなかなかいきなりいい感じ ね、まあ、ね、ぜひお買い求めの方、ね、ジェミニってもともとはずっと前からやってたんですか。いや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 、結局何年前ですかね、あれね。もうだいぶ経ちますからね。4、5年前かな。イベントで初めてお会いして、で、ね、なんかユニット名を 何にしましょうって話だったんだっけ、うん、そうですね、はい、で浜松で本格的に
その時浜松入れてまた壁さんとドラムの壁と3人合わせたんですよね。あ、そう、3人でやったね。なんかこのメンバーでもっと何かできそうだねっていう話から、うん、こうなったんですよね。で僕が内海さんのそのソロアルバムですか、双子座なんです、双子座、それでそのままあのアルバムもジェミニ1、2って出したんですよね、それから引っ掛けて、それでいただいて、パート3な、パート3になるんですか、じゃあ、はい、そういう名前をついて、そうですか、いやいや、まあ俺は基本的にまあ新次郎のソロアルバムだと思ってこう、やってるんですけどね、生きていけない、もうなかなかね、まあいいでしょ、声もいいしさ、ねえ、男前だし、男前来ましたね、もうちょっと大きな声で言ってください男前だし、違うか、ありがとうございます、私こんな男らしく言っちゃう、男前だしってそう女らしく言わなきゃいけないんですねきっとね、まあ、それはあなたのね問題だからどう思われてるかは微妙なところありますけど、ね、しかしこのジャケット面白いんですよ、ね、で中を開けると、まあ、メンバーの、レコーディング風景がね、宇宙美先生もいらっしゃいますね、もちろんはい、入ってます、ね、うん、このまた中のこのお花が可愛いね、そうですね、ちょっとこうグリムドア風に注文つけましたね、これはどなたがというか、これはデザインのエアプレーンのデザイナーの方、うん、あ、本当、こういう絵も描くんですね、うん、おしゃれですねあれデザインしてもらって結構苦労されたみたいですね、あ、そうか、なかなかグリムドア風っていう人いないみたいです、うん、このギャップがいいかなと思いました、ね、うん、いいんじゃないですか ね、あの、うん、やっぱりこうちょっとミスマッチ的なところっていうのが魅力になりますよ ね、うん、ね、素敵、ね、それではじゃあもう一曲聴いていただいて、ね、メールもね、そうですね、今日はたくさんもう山ほど来てますね、新次郎さんファン多いですね、うん、恐縮です。ありがとうございます。あとね、うん、ライブに来ていただければね。もう7月4日ね、レコ発一発目がもう近づいてきますからね。近づいてるんで ね。じゃあもう一曲じゃあ、はい、お願い、次は、これですかね。うん。ロミちゃんお願いしましょうか。はい。はい、じゃあこれはあれですね、2曲目ということで、うん、アルバムには3曲目に入ってます。3曲ですか。ね、聞いてください。ブレスレス。はい。ワイルドっぽい。でもこれ、この方がいいよね、この方が。これみんな歌は新次郎さんで作ってらっしゃるんですか？内海さんの曲は別として。詞はほとんど、内海さんの曲以外は詞は全部僕です。そう、曲は曲も、何て言われてるかな。ロックンロールクイーンとアウトサイダーブルースは僕が書いてますね。あ、これも少しこの今形してるものです、嬉しいです、はい、これアルバム対実はアウトサイドっていうアルバムこれ猫好きにはたまんない写真だぞ、ね、ノラちゃんノラちゃんこれだけ集まってるのってそうそう見ないですもんね、ない、もなかったですよ4匹、メンバーと同じ数4匹の写真で、しかもこの夜、シチュエーションによくあったな、でもよ、たぶんいつも集まってるわけじゃないだろうけど、たまたまでしょ、そうだね、たまたまかな、まさかこれに使われてるとはね、CD のジャケットに、どこだろうね、東京のどこだと思う、どっかだと思うんですけど、まあ、明け方っぽいか感じもするけど、いや、これね、完全に夜です、夜で、ジャケット読みにするとちょっと暗いので、色少し変えたの明るくしてもらってます、業界のもと、このサブタイトルとかいいですね、路地裏のロック、魂込めてます。たちにも路地裏のバンドが作ったって、あ、そっか、たちみさんも腰低いだけですよね、低すぎちゃって困っちゃってあいつがあんまり腰低いとさ、俺がなんか偉そうにしてるように見られるからさ、宇宙さんほら背高いから別に普通にしてるのに態度悪いみたいですだから普通にしろって言うんだけどさ、これはさ、自虐的なとこあるじゃん
キロさんってこういう字なんですか。はい、あー本当に森に治める。おお、森を治める。これは本名でしょ。いや違う違う違う、今から7年ぐらい前改名して。いや、戸籍上はこれになってないわけ。なってないです、通称です。で、名字が福山なんだけど、幸福、はい、幸福の幸福の山を森のように治める男。おいや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 いいですね。まあこれはまたロマンチックな、うん、あのすごいポップだよね。ポップです ね、うん、あのまあ俺はなんていうの、どっちかっていうとあのブルースとかさ、うん、あのそういうこう地味な方の曲が結構好きで多かったんだけど、うん、でもやっぱりキャロルもそうだったけど、やっぱりどっかフックっていうかね、こう引っかかるところが、うん、あるんですよ、うん、だからそういう部分はあの受け入れ やすいかなとは思うんだけどね、うん、だからどっか引っかかってくれるといいですね。ね、うん、どう引っかかり方になるかわからないですけど、よろしくお願いします。でもなんか覚えやすいような感じがね。ではここでちょっとね、たくさんメール来てるんで、たくさんメールが来てますね。少しご紹介しましょう、うん、はい、じゃあなんかいいですか、うん、お名前53って読むんでしょうか。53ね、53歳ってことかな。まあね、うん、うんうん、です。リクエスト、うん、福山慎二郎さんの万格ロックの、うん、バンカクロックのテーマ、バンカクロックのテーマ、これ僕のあのソロのプライベート CD の方ですね。そうなんですね、うん、今日はジェミにかけさせていただいてます。ごめんなさい。あ、でも書いてあるそれ。ああ、メッセージ、うん、内海さん、恵美さん、新次郎さん、こんにちは、うん、肌寒い梅雨の一日になりましたが、皆様体調崩されてはいませんか、うん、これからジェミニのレコ発などがありますので、体には十分注意してください。内海さん、恵美さん、来週はよろしくお願いいたします。7月4日のジョニーエンジェルには伺います。ほうほう、うん、ほうね、嬉しいですね。来週はよろしくお願いしますって、ゴミさんだこれ、ゴミちゃんだ。ゴミさんって呼んでた。来週のゲスト関数字じゃなかったから分からなかったですよね。あ、そうですね、しゃれてんのみたいな、うん、はい、はい、分かりました、よろしくお願いします、ね、はい、次は次はアリさん。アリさん、こんにちは、ね、アリさん、メッセージ、うん、内海さん、皆さん、こんにちは、こんにちは、今日は慎二郎さんがゲストということで、ジェミニの話や曲が聴けると思い楽しみにしていました。わお、ね、うん、初のオリジナルアルバム、うん、アウトサイドの発売を心待ちにしています、うん、ね、うん、これから暑い季節になりますが、うん、レコ発ライブではそれ以上に暑いジェミニを聴けるのを期待していますですね、うんうん、各地のライブお忙しくなりますねと、うん、ね、メンバーの皆さん体調など崩されませんようにご自愛くださいってことだよ ね、 ね、優しい方ですね。しずとおかけのアリさんでしたね、うん、アリさんはご存知ですか。わかります、わかります、じゃあ愛知県の竹内さん、うんうん、ね、竹内さん、わかりますか。新次郎さん、ご無沙汰です、うん、名古屋でのレコ発ライブ楽しみにしています、うんうんうん、その節は今度こそ体調整えていきますのでよろしくお願いいたします、うん、多分で、まあ、あのね、体調整えてください、おいしに、ね、うん、じゃあもう一つですね、はい、いくちゃん、いくちゃん、こんにちは、いくちゃん、ありがとうございます、うん、メッセ、ジェミニ CD 発売とっても楽しみにしています。レコ発ライブも楽しみです、うん、CD がどんな風に出来上がっているのか、ライブがどんな感じになるのか、ワクワクして待ってますと、ね、はい、お忙しいとは思いますが、新次郎さん、内海さん、加部さん、山崎難しいメンバーの名前じゃないですか。あ、でもこれちょっとね、普段使わない、使わないです、そうですね、あれですから、ね、うん、これかんあんのかな、こういう字あります、うんうん、あります、山崎さん、うん、体にお気をつけて頑張ってください。あ、ね、ね、あ、じゃあもう一つ、うん、M さん、こんにちは、うんうん、メッセージ、ジェミニさん、新次郎さんの大ファンです、うんうんうん、新次郎さんの歌声は本当に素敵です、うんうん、本当ですね、私もそう思います、うんうん、ずっと CD の発売日を楽しみにしてました。あ、よかった、ね、レコ発ライブもお邪魔します、お、ずっと応援してますので、これからも頑張ってください。いや、ありがたい、ね、ありがとうございます。嬉しいですね、今日はもうジェミニたっぷりですからね、うんうん、もうジェミニ尽くしですから、ね、尽くし、うん、素晴らしいですね。ちくろさん、ちくろさん、こんにちは、ね、うん、
まあ、リクエストは多国籍軍で今度かけますね、メッセージ、また雨ですねと、うん、私が雨男なもんですポンチョとバイザー、長靴でチャリ頑張ってますが、うん、暑い、とにかく暑い、うん、だとそうだ、着てると今朝の予報で肌寒いようなこと言ってたのに、うん、ペラッペラの服着てるのに汗だく、うん、燃える女なんだけどはい、分かってます、うん、ね、4日の件ありがとうございました、うん、今日の、うん、ゲスト新一郎さんって投稿仲間、うん、勝手に仲間ですいません新一郎さんですかね、新一郎さんメールくださいます、ね、新一郎さんです、ですよね、わー嬉しいと、うん、どんな話してくださるのかしらとね、うん、4日はギリギリ間に合わないかもしれないんですが詳細もお願いしますと、ありがとうございます、ね、当日は頑張って早く帰ってきますと、うん、ね、小岩に行こうっていうふうに言ってたんでね、あ、そう、仕事がちょっと、ま、あの時間的にどうかな、そうですね、間に合うかな、まあ、でも頑張って、ね、間に合います、間に合います、ね、じゃあ曲も一曲いきましょうかね、曲も一曲いきましょうか、はい、じゃあ続けて、はい、今日ジミー特集ですからね、わかりました、じゃあ、3曲目にお届けするのはですね、はい、半分ぐらいは僕が高校の時に書いた曲なんですけれども、あ、物は大事にしなきゃいけないそうですね、ういういしい、はい、ということでね、はい、バンドマンの、雰囲気をそのままたっぷりだったと思います、聴いてください、ロックンロールクイーン、はい、乗っちゃいますね自然とねいいですね、チンさんのギターがかっこいいっすよ、あ、これチンさんギター、もう全編、全編ですいろんな顔がありますね、チンさん、まあ、俺に、まあ、節操がないっていうのは引き出し多いっすよ、まあ、さすがにやっぱり引き出し多いなと思いました、すごいよ、いやだって時にはブルース、そうですね、内海さんの中では変わらない一歩そうそう、俺も音楽はみんな下と思っちゃってるからさもうとか言わないでくださいだって分けたがる人多すぎんだもん、うん、あ、ジャングルをね、ジャングルをさ、なんとか風ですねとかさ、たまにあのレコーディングなんかなんかデザートって言うとなんとか風のね、お前じゃあそいつ呼んでこいよって言ったアーティストがにとってそれ言われると一番もカチッとくる、ね、あ、そうなんですよねまあね、例えてはわかるんだけど、個人名出されてあの、なんか誰だっけ、これが出会ってるじゃんけど、スタジオ虫がやってるんで、あの、番兵で風に弾いてくださいって、じゃあ呼んでくればって言っちゃったくれたあ、これ次やりましょうね、あ、ぜひ教えてよ、それね、それ行きましょう、うんうん、そうですね、これマスタリングは行ってないですね、はい、マスタリングには同行してない、まあ、スタリングは言ってるんです、トラックではないかというわけですね、スタリングはもうあたらさんにお任せして、まあ、それは条件だったので、うん、あ、大金が大金になりました正解です。ジンさんの曲はロンリーガールでしたっけ、そうですね、ジンさん、ちょうどいいですね、楽しみですね、これでいけば、あ、どうやってね、元気でいる、ほんと元気があれば何でもできるお水、あ、よかった、うん、あ、大丈夫ですよ、大丈夫です、それ、はい、大丈夫です、はい、結構いい感じだね、そうですね、うん、トミさんの知り合いの方にあの時から、まあ、なんか急遽来てもらいました、
さんですかね。木村君。あの人面白いんだ。職人っていうからね。この写真のみんなエアプレイの方がいいと思います。手配はエアプレイ、カメラマンは別に、ね、専門のカメラマンさんに働いて、ほとんど楽しいですよ。ディレクターやってもらうんですか。あ、そうそうそう、すごいですか。これ休みない、すごいですか。好きなのはい、うわお、ね、ありがとうございます。向こう側にいる山田さんっていう、あの、ね、いつもお世話になってる、うん、ディレクターさん、ね、ディレクターさんですね、うん、元気が出る、元気が出る、ありがとうございます。元気出てますね。ありがとうございます、うん、その言葉で私が元気が出ました。ああよかった、もっと、ね、元気の出るメールを一つ。はい、愛しのケリーさんより、うちゃえみさんこんにちは、うん、そしてしんじろさん、はじめまして。はじめまして。路地裏のロックの王道、この響きたまらんです。うん、ジェミニの CD 予約しちゃいました。わお、すっごい楽しみです。ん、告知動画見ましたが、うん、皆様メンバー全員素敵ですね。うっちゃんの曲もとっても楽しみです。今日のリクエストはもちろんジェミニより。そしてにしてもうっちゃん、音楽ジャンルはオールジャンルですね。何をやっても魅力的に仕上げちゃう。あの、節操がないって言った。いいえ、そんなことないです。誰もそんなこと言ってないです、うん、全部応援したいです。素敵。ありがとう。ね。ね、うん、待ってます。何を待ってる。何をですか。ね、うん、まあ、ジャケットもまあなかなかね、うん、おしゃれで。ね。楽しめますよ。ね、うん、そうですね。ぜひぜひ。猫もあれだし、猫好きの方にはたまんないし。うん、ね、あの写真もね、結構いい写真が。うん、これ全部で何曲入ってるんですか。これ何曲でしたっけ。9曲、9曲、9曲の9曲。ちょっとごめんなさい、予感しちゃったものがありました ね、 ね、うん、まあ、何回も言ってるからね。うん、でせっかくだからね、うん、次の曲は新庄さんが紹介していただけますか。はい、あ、そうですか、うん、ね、はい、これはですね、うん、作ったのこれもまあ10年ぐらい前なんですけれども、静岡で、別のバンドでやってる相方と一緒に作った曲なんですけど、うんうん、それをですね、この師匠がボーカル取っていただいたナンバーという歌やつはなんかね、ちょっと恥ずかしいなって思ったんだけど、あ、でもなんか今こういう感じのジェミニのノリで内海さんが歌うとどんな感じなんだろう。もうね、大人の恋の歌ですから。あら、恋、大人の恋の、まあ、微妙だな、ね、私が恥ずかしくなんてどうすんだ。ちょっとタジタジになってますけど大丈夫でしょうか。まあ、早くやり、早くかけましょうか。じゃあどんどん曲に行きたがる。ねえ、ケリーさん、ね、聞いてくださいよ。はい、はい、ということで、はい、内海俊和、歌唱でですね、聞いてください、うん、Lonely Girl。歌唱といってもまあね、一緒に歌ってる部分もあるので、ね、途中でダブルボイス、ね、ああ、そうなんですか。最初の部分だけイケメンダブルボーカルでイケメンとかあれとかもらなくてしらじらしいことやった気がする。ブイブイね、うん、ブイブイ言わせてください。あ、これ、うちのさんだけど、それ僕が、ね、そう、ちょっと見てみましょう。うん、もう、なんかやっぱりなんかいつものうちにさん、自分の歌とは違う感じですね。まあ、そうですね、うん、メロディーがね、すごい、いいんじゃないですか。恥ずかしいね、誰だと思ったんですけどね。うん、もう、これはでもいい曲だよね。うん、そうですね。わあ、いいですね。これより竹内さんって何だっけ。竹内さんでいいんじゃない。じゃあ、あと小塚ちゃん。そう。そう、あ、じゃあ、ね、新宿宛に来たのは全部読んだ。あ、読みました。あとはね、小塚ちゃんと、来たら、星久さん。あ、しこさんも、ね、大感謝のあれで、うん、この間やったばっかり、ね、まあ、うるせえか、あ、そっか、そうですね、この間の一緒、これはきっとあれですよ、ちゅうみさんが新
条さんが読んでほしいと思いますよ。うん、違うジュリーさんの顔見ました。顔顔という顔を見て、声の感じが違う。だから負けですから。そうね。で、男でも似合ってると思いますよ、ね。うん。それでも、何日間で撮ったんだろう、ね。1回4回ぐらいだよね。撮れたら行ったらね。40代、50代のジュリーさん。そんな感じじゃん。そうですか。30代ったらちょっともっと白々しいと思うんですけど、30代の頭あたりはもう人としてどうかっていう延長のところだったからね。学んでた時です。今でも学んでるから。これじゃハモってんのがいいです。もういいですね。はい。イエイ。恥ずかしながら歌わせていただきます。爽やかな内海さん。いやいやねえ、これからの季節にぴったりだと。本当かね。うん、まあね、うん、よかったら聞いてくださいだ。また違う内海さんがね、ここに登場したって感じで、ね、これでだんだん皆さんもあ、どんだけ俺がもう節操なくもうノンジャンルで生きてるかっていや、そういう分かる。いい、まあ、でも、いい、うん、俺はそれが正しいと思ってるのは、うん、トータルでね、うん、自分の近くですから、ね、まあね、どこ切っても内海さんです。そうです。うん、あれか、なんだっけ、金太郎はね。それが出てこなかったですね。が出て簡単なことが出てこなかった、まあ、出てるんですよかった。今度は大学新次郎に頼もうかな、なんか。ね、はい、じゃあ星屑さん、ね、ね、この間お世話になりました、京都でね、お疲れ様でした。新次郎も一緒だったんでね、はい、メッセージ、うん、内海さん、エニーさん、そしてゲストの新次郎様、はい、こんにちは。こんにちは、星屑でございます、うん、バカパッカレコファーツライブイン京都ジョニーもお疲れ様でしたね。お世話になりました、フロアいっぱいのお客様で大盛り上がりでしたねとね、ありがとうございました、うん、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。あ、次はジェミニーレコファーツですね、おめでとうございます、ね、というありがとうございます、はい、うん、うん、ありがとうございます、うん、あとチクルさん、チクロさん読みましたよ、うん、読みましたね、うん、あ、じゃあブスカちゃん、ちゃんこんにちは。はい、リクエストビートルズのレイン、はい、また、うんうん、またかよって、まあ、いや俺この曲好きだから何回でもかけてもいいんだけどな、うん、ね、そうですね、はい、ウィスです、ブスカです、うん、7月になりました、うん、梅雨明けまであと20日ぐらいかな、ね、皆さん頑張りましょう、うん、何をで自分で突っ込んでますね。さて先週のオンリーマイソング、うん、心に染みました。CD で何度も聞き返していますよ。おお、うん、そんでもってなでしこジャパンの活躍も胸躍りますね、うん、そうシュートを決めた人が日替わりというのも珍しい、うんうんうん、あと2つ頑張ってもらいたいです ね、うんうん、しかし明日の放送時間なんであんなに中途半端なんですかね。ああ、そっか、確かね、もちろん現地の都合でもしくはスポンサーの都合でなんでしょうが、うん、ちょうど通勤時間に当たりまして、うん、後半は9時過ぎたら仕事始まっちゃうんでテレビ見れないじゃないですか、うん、残念、サボれません。やっぱライブで見ないと興奮しないよ ね、 ね、まあみんなで応援しましょう、まあ、ブスカちゃんも解禁症もですからね、うん、あ、私たちのライブもうしょっちゅうっていうか、あ、うん、ね、ありがとうございます。あと山も登ったりしてますから ね、 ね、お忙しいブースカちゃん、ね、うん、はい、それでシンガーソングファーマーの北郎、北郎ちゃんこんにちは、チェミさん、エミさんこんにちは、北郎です、うん、雨が降ったりやんだりでなかなかいい天気になりませんが、うん、そんな中北郎は無事枝豆の出荷が終わりほっとしております。あ、うん、枝豆もらったんだよ、うん、うまかったな、もうね、あのたくさんあったんでね、うん、あの スープにしてちょっと枝豆スープ、まあ、美味しいよ、あら素敵、おしゃれですね、冷めても美味しいしね、うん、冷めた方がもしかしたら美味しい、冷たいスープ、冷たいビシスモ、ビシスモ、なんすか、おしゃれなもん食べないから出てこなかった、ね、横浜中央青果市場では一束200円で、うん、おー、
取引がありましたとね。高い、やったぜ。高いのか。そうかな、うん、そうかもね。そうか、これがスーパーに出回るときは500円ぐらいになるの。あ、なるほどね。だからちょっと高級かも。高級なのいただきました、ありがとう、うん、まあそんなことで、来年もまた頑張ろうと思ってます、ね、うん、楽しみ、活躍 ね、また近いちゃいましょう、うん、ね、ですね、ということでね、このアルバム、まあ、うん、録音期間はほぼね4日間前後ですかね、トータルで4日、そうですね、4日ですね、ね、4日ぐらいですね、うん、はい、あの音の素材取りは4日でしたね、短期集中で、うんうん、でもなんかこう急いだ割にはね、なかなか充実した音になってる、そうですね、うん、なんかもうあの僕一人やさまさしてた感じで、うん、あともう皆さんも、うん、他のメンバーも ね、器用なミュージシャンですね、それぞれいろいろカラーも出てるし、うんうん、まあそれでこれからあのレコ発というかね、あの発売の記念をやりますので、うん、ちょっとそれの辺を紹介しましょうか、そうですね、ね、まず一番近いのが7月の4日ですね、ですね、の土曜日ですけれども、うん、小岩の、小岩のジョニーエンジェル、ジョニーエンジェル、はい、ということで、うん、これね、やはり僕、うん、ライブアーティストをメインでずっとやってきましたんでね、勘違いされてる方が多いのか、うん、ミュージックチャージ制で当日行きゃいけるだろうぐらいの、あ、みんなそういうふうに思ってる節はあるよね、今回チケット制ですんでね、うんうん、はい、まあ、できれば予約していただければという、もうホームページから、ね、はい、どんどん予約可能ですので、進次郎さんのホームページから、そうですね、もうジェミニのホームページがありますので、あ、そうなんですね、もうあの私のホームページからもリンクになってますんで、はい、ぜひ覗いていただければ、ぜひ、うん、いいですね。それでまあその後が、うん、8月の9日、うん、静岡ですね。静岡ですね。はい、ロック喫茶牧田さんとみっちゃんとこ。うん、ね、ここね、前進次郎がやってた店なんですよ。そうなんですか。実は僕あのみっちゃんというのはこの僕のことでして、本名三則っていうんですけど、あ、そうなんですか。いろいろあなたも使い分けてますね。そうなんですよ。ね、ほら、長く生きてるといろいろあるじゃないですか。わかるわかる。まあ、その、普段のホームグラウンドと。で、ことなんです。で、二部制なんですね、ここ。これはもう、そうですね。まあ、お店もやると、そんな、ちょっとね、そうですね、こじんまりとした、ね、うん、お店ですんでね、キャバもあれなので、限りがあるので、ということで、二部制で入れ替え制させていただきます。あと、9月6日が静岡なんです。これは静岡の袋井市の方ですね。これも僕が今あのアコースティックでよくライブさせていただいてます、うんうん、あ、そうですか、あの普段ジャズやってるお店なんですけどね、このマムゼルさんというところ、マムゼルね、そして、うん、おお、なんと、ね、19日が大船です、大船ですよ、大船、俺の地元だから、うん、ね、うん、あの友達頼むよみたいな。もうぜひね、ジミさんの友達、まあ、ね、あれですね、また違うジミさんを聞きにゴーゴーですよ。ね、ハニミは行ったことあるんですか？あります。はい、出演させて何年か前ですけれどもね。あ、本当。はい、うん、まあ、なかなか、まあ、まああの辺じゃそういうふうにバンドでガッとできるところって割と少なくて。多分ハニービーともう一つぐらいしかないんですけど、あ、うん、まあ、そこはどっちかというとジャズの店なんでね、なかなかできないこともあるけど、うん、あとまあ10月10日がこれは三重のライブカフェヒーローズですかね、うん、うん、ここは僕も行ったことあります、うん、あ、そうなんですか、あります、あのマスターがちょっと面白い人で、ね、ボスですね、ボスですね、三重県桑名市なんですね、桑名市ですね、あと10月の11日が京都、これはこのジョニーエンジェルですよね、おとといのおととバカバカさんのレコハウスでも、うん、やって、はい、で今度はこっちでやって、はい、まあ見る見方にとお前は何をやってんだって話になるかもしれない、いえいえいえ、トータルで宇宙みたいなことですか、ですよ、どこを切ってもですよ、だからどこを切っても、ね、金太郎はめる、うん、で名古屋でアルマジロという、はい、ね、うん、そうですね、まあ、ちょっとあの面白い店なんですよ、なんかね、こうちょっとライブハウスなんだけど、うん、こう作りがこうちょっとねアンティークな感じ、2階席もあったり、2階席もあったり、普段だいたいメインがカントリーの店なんですね、うん、カントリーとか、うん、でそこの方がね、あの前、今はどうかわからないけど、あの4人林じゃないです、なんだっけな、出てこない今記憶を呼び戻す時間です、まあ、あのちょっと僕が好きだったバンド の、メンバーの方がミキサーやってられたりしたことあるんですよね、うん、で、まあ今年もね12月の12日ですね、うん、ファイナル、ファイナルは、うん、ヤシオのクールバー、クールバー、ね、これはもうあの壁ちゃんのねご親戚がやられてる店、ね、そう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 、あのドラムのご親戚じゃない、ゲミニンのドラムの壁ゆきのぶの
弟さんが店長なんですよね。店長でやられてるんですよ。あの僕も何回か行かせてもらったことがあります。まあこういう情報はすべてあのホームページに入ってますのでね、うん、はい、ぜひご覧いただければと思います、はい、うまく編集していただけると思いますよ。そうですね。じゃあもうね、もう時間も差し迫ってきたので、うん、はいはいはい、じゃあもうあれですけども、これがラストになっちゃうかな。そうですね、うん、最後の曲を聴きながらいいですね。これは僕も好きですよ、この曲。あ、そうですか、うん、ありがとうございます、うん、もう最後の1曲がなかなかできなくて、うん、ひねり倒して作った曲でございますけれども、うん、ひねりが効いてる。じゃあこれを聴きながらということで、はい、聴いてください、はい、アウトサイダーブルース、はい。好きそうですね。まあブルース系ってブルース系もある。声立ってますね。いいよね、ハスキー、結構ハスキーはハスキーだね。そうです、こういう、こういう、すごいですね。もう何で歌ってらっしゃるんですか。何で歌ってらっしゃるんですか。一応職業にしてから31年経ちました。そうですか。20歳で実家から大阪出てこの世界に入って、いや俺と変わらない。大阪なんですか、僕は。そうですね、あの京都に住んでて、それでまあ大阪で、はい、静岡の方ではない。違います。生まれは京都です。それでテロちゃんとも話し合うわけじゃないだろうね。そうなんですか。でグループサウンズの方々に引っ張ってもらって、最初の頃ってなんかキーボードがニッキー吉野さんだった。あ、でデイブ平尾さんがボーカルで、それはドラマ有田川さんで、忘年カップスではないよね。カップスじゃないんですよ、ね、あのちょうどヒット曲が出た頃ですよ、はい、ね。で、なぜかベースだけ俺だったんですよ。お21歳写真とかある。ないです、ほとんどないですね。1枚ぐらい他のメンバーと撮ったのはないんですけど。あ、そうか、僕だけのはあるんですけど。そう、でもあれ誰か分かんないですよね。キーボードの人だけは五大悟の人言いたくなるぐらいしか思えない。 あ、そうか、五大悟の後だ。あ、そうなんですか。はい、全然訳も分からずやらせてもらって。そういうこと一回り以上違いますね。あ、全然そうだね。ねえ、でもね、ミッキーさん割と若いわ。俺とあんまり変わんないと思う。そうそう、カップスの中でも一番若いですからね。うん、その頃だからミッキーさんも、相田川さんもみんな大阪に活動の名を移されてたんですよね。クリエーション終わった後ぐらいで、そのぐらいかな。おー、すごい。それが最初でした、ね、あ、それが最初でした。そうですね、からずっと。で、そこからあのビレッジシンガーズの林豊さんとドラムの方と愛さんが話して、でビートルズの決意になるから、そうか、ちょっとベース化してくんないかって僕は言ったんですよ。で、そこから今度は大阪のトラで行ったってことで、最初トラでした、うん、で、レギュラーになって、で、ちょっと名前はビートルズの話でした。これはな、あと何時くらい。もう、あと、じゃあ最後はしゃべりしてご挨拶しましょう。しゃべり入ります。はい、ね、今日はね、ジェミニの、紹介ということで、はい、来ていただきましたね。新次郎さん、うん、また来てください。次もね、入ってて、ね、8月、あれ、いつだっけ、そうですね、オークナのハニービーの前のあたり、前のあたり、またお邪魔させていただきます。ユミちゃんに言ってなかった。お願いします。うん、初耳、嬉しい。初耳は言ってなかったんですか。聞いてませんでした。いや、俺に書いてあるから。あ、本当、うん、俺に書いてある。俺に書いてもしょうがないから。ね、俺に書かない。まあね、ぜひね、うん、ライブの方も来てください。ね、そうですね、よろしくお願いします。7月4日ですね。うん、恋はのジョニーエンジェルという
はい、予約も受けたまっております、うん、CD エアプレーンレーベルからです、うん、よろしくお願いします、うん、明日発売します、ね、はい、うん、じゃあ今日のゲストは進次郎でした、ね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、じゃあ聞きながら次のコーナー行きます。はい、はい、ということで、ね、ね、今日はゲストでね、はい、川崎エビが来てもらったんで、その宣伝もまた兼ねてやります、ね、はい、7月2日明日です。発売です。発売です。 でこれがまあフライヤーで、まあ稽古初ライブも結構やりますんで、ね、7月4日ぜひスタートチェックしてください。よろしくお願いします。話しかけてみても、くわえたばこのまま、テールライト見つめる明日を占うように、